1935年頃の東京帝国大学航空研究所、東京大学航空研究所は、かつて存在した日本の研究所で、東京帝国大学が航空機の基礎的学理に関する研究を行うために創設した。1910年代、日本の航空技術及び研究体制は軍民とも貧弱であり、機械工学科では蒸気機関の研究が中心で、 内年期間はまだ興味を持たれ始めたところで、航空エンジンどころか自動車エンジンの教材もなかった。流体関係では、水ポンプや水車に関する水力学はあったが、飛行機の翼に関するものはなかった。発展に置いていかれることに気づき、独立した研究機関を建設すべきとなった。1918年4月1日。 東京帝国大学航空学調査委員会が航空研究所となる。同年7月に東京市深川区越中島の東京工業試験所跡地へ移転。1920年9月初の授業が開始される。1923年9月1日関東大震災に被災。応急処置を施したまま研究を続けていたが、1930年、 農学部跡地であった東京府目黒町駒場に移った。航空研究所としては、外観、内容、ともに、欧米のそれに勝るとも劣らない、日本の学術施設としては屈指の大施設であった。所長のもと、研究を行う所員があり、これを助ける、技師、技手以下職員がいた。所内は、物理部、科学部、夜勤部、材料部、風洞部、発動機部、飛行機部、 即器部、航空心理部などに分かれ、研究成果は、航空研究所報告、航空研究所違法に発表された。敷地は1万7千坪、建つぼ4千坪、昭和7年度の計上費63万円。他の陸軍航空本部技術部、海軍航空省のように、航空機の設計、製作を直接に主眼とする研究施設とは異なる。戦後は、 GHQ の航空禁止令により一切の航空技術の研究が禁じられてしまう。そこで航空券も人員を削減し、1946年3月から理工学研究所として再出発することになる。その後、サンフランシスコ講和条約により航空研究が再び可能になり、1958年4月に航空研究所が復活。 1964年4月には宇宙航空研究所に改祖され、1981年4月に文部省の宇宙科学研究所と7年間の次元的組織としての東京大学工学部附属協会領域研究施設に分割される。1987年5月に協会領域研究施設から新組織として先端科学技術研究センターが設立され、 それに伴い宇宙科学研究所の大部分は相模原に移転した。境界領域研究施設は1988年3月に廃止した。そして現在、航空圏の跡地である駒場第二キャンパスには、先端圏をはじめとした東大の様々な部局の建物や宇宙科学研究所の建物が立ち並び、 学際的な空気の中で最先端の科学技術研究が展開されている。ありがとうございます。